関東鉄道キハ2400系気動車は、関東鉄道常総線で運行されている、通勤型気動車。新潟トランシス製。2004年12月23日に一時車2両が導入され、2021年時点では6両が在籍している。2004年12月23日より運用開始。新潟トランシス製造のため、新潟県中越地震の影響で導入が遅れていた。基本仕様は、キハ2200型に準ずる。キハ2300型で導入した電気指令式ブレーキや変速機自動切り替えなどを引き続き採用し、キハ2300系の両運転台仕様となった。二次車以降では、化粧板の模様、乗務員室仕切りなど細かな面で変更が見られる。主に、三街道駅下館駅間の単線区間で運用されるが、守谷駅から先、つくばエクスプレスを利用する乗客の便利を図るため、守谷駅三街道駅間の複線区間に直通する運用もある。普通列車、快速列車問わず幅広く運用されている。単線区間用車両であることから、申請時よりワンマン運転に対応しているが、キハ2200型には設置されていない、駅名案内 LED 装置が各ドア上部に設置されている。快速運転には、一時車が対応していなかったが、列車種別装置新設などの改造により、全車両対応となった。外観は、他の常総線車両と同様に、白っぽい塗装をベースに、鬼怒川と小貝川の間を走る常総線を示す線を配している。関東鉄道の創立100周年に向けた記念行事の一環として、2021年4月17日から1両で、昭和40から60年代のツートンカラー塗装を再現した。ありがとうございます。